おい根本。はい。お前はもう分かってるだろうが、俺は茨の道会幹部の座を狙うため、俺が丹精込めて育て上げたこの武田組から脱皮したい、すなわち円満転勤したいと考えている。次期後継者の真央手に組を任せようかと考えている。まあお前も知ってると思うが、真央田はああだ。恐れながら確かに真央田坊ちゃんなあ。ねおと、はい、ゲームしようぜ。いや遠慮しておきます。いいからゲーム。だからどうぞ。行かせてください。こちらで架空の物語を作るってことか。そういうことです。